はいこんにちはえっ、ー、と私太郎実は刑務所でうんこを漏らしましたうんこを漏らしましたうんこを漏らしましたもうタイトルの通りでございますということでその時の状況を詳しく話していきたいと思いますまあ約5年間の抗金生活が終わりに差し掛かりましていよいよ私にも満期借前に上がる日がやってきました まあ、5年間の抗菌生活と言いましても、実質刑務所にいたのは、だいたい4年ぐらいです。で、いろんな動画でお話ししているように、私は、あの、仮釈ではなく満期だったんで、何月何日にシャバに出れる、何月何日に釈然棒に上がれると、まあそういうことが事前に分かってたんで、まあ当時自分は8人部屋で、あの、残りの7人が自分のために、前日にお別れ会を開いてくれました。 まあ、太郎さん、シャバに出たら頑張ってくださいだとか、まあ、そういう激励をいただきまして、で、問題は次の日の朝ですね。だいたいですね、あの、他の受刑者がこれから工場に行くよと、まあ、そういう時間帯に、釈然に上がる人間は呼ばれることになるんですけども、まあ、その時になんかちょっと腹の調子が悪くて模様してきたんですよ。ね何十年も生きてますから、感覚的にわかるじゃないですか。 あ、ちょっとやべえなっていうのが、大体わかると思うんですよ、皆さん。で、その時の自分は、最大級にやばい状況だったんですよ。で、まあ、こういうカゴに自分の荷物を入れて、処愚部の方に職員と一緒に向かうんですけども、もうあのー、なんて言うんですかね、一歩歩くたびに、とにかくやばいんですよ。 もしかしたら、あの、ズボンの裾から出るんじゃないかと。まあ、そのぐらいやばくて、カゴを持ちながら、あの、こうやって本当に、もう、内股でずっと歩いてて、もうそのぐらいやばくて、あ、これやべえな、出るなって思ってたんですけど、もう必死で、あの、ケツの両ももに力を入れて、まあ、我慢してたんですよ。で、まあ、そっからが試練の時なんですよ。まあ、あの、4年も刑務所にいますから、 たくさんの本を買ってて、100 200冊、200冊ぐらい本があったんですよ、まあ、当然パクられた時に持ってたもんだとか差し入れしてもらったもんだとか、まあ、とにかくたくさんの荷物があって、まあ、あとは日記だとか雑記帳だとか、まあ、ノートもたくさんありまして、まあ、ノートなんかは他の受刑者の住所が書いてないかとか全部チェックされるんで、まあ、そういった手続きがですねだいたい1時間ぐらいかかったんですよ。 もう脇の下も背中も額も全部もう油汗が滲んできて、うわーやべーってなって、もうとにかくいつ噴射してもおかしくない、そんな状況だったんですよ。で、まあその手続きが領地調べって言うんですけども、まあなんとか領地調べの間は、まあ乗り切りました。で、諸宮部から釈然坊に移動してる時なんですけど、まああの、本とかノートは全部取り上げられるんで、コップだとか、 歯ブラシだとか、タオルだとか、まあそういった身の回りのものを持ちながら、また歩いてたんですよ。そしたらですね、あの、ケツのあたりが冷たいというか、ちょっと嫌な感覚があって、まあこれは多分油汗なんだなと、まあ大丈夫だろうと自分に言い聞かせながら歩いてました。でまあ、尺然棒につきまして、ようやく一人になれた瞬間に、 もう荷物を布団のところに放り投げて、もうダッシュでもう便器まで走ってってまたがりました。そしたらですね、あの、皆さん、あの、高圧洗浄機ってわかりますかあの、車を洗車するようなやつ。もう、あれで水を出したかのように、シャーってもう出ましたね。もう、便器の中がもう地獄絵図ですよ。で、まあ、当然ながら白いパンツも地獄絵図ですよ。 まあ、ということで、私は刑務所でうんちを漏らしたんですけども、ズボンの裾からうんちが漏れなかったことが一番の救いかなと思っております。やっぱりあの、5年ぶりのシャバなんで、さすがにあの、興奮して、もう腹もおかしくなりますよ。ということで、まあ今日なぜこういう話をしたかと言いますと、まあ最近ですね、あの、ハゲからよく愚痴を言われるんですよ。俺はいつもハゲ頭を晒して、あの、汚れ役をやってるのに、 太郎はあのいつもいいとこどりでいいよなって、まあ、そういうふうに言われるんでだったらおめえ俺がクソ漏らした話してやるよと、まあ、そういう感じでしたね今日は、まあ、本当は今日あのハゲと会って撮影する予定だったんですけども2日前にあいつスズメバチに刺されたんですよそれもあの1日に3箇所ですよ ももうバンバンンに腫れてて、てて、高熱も出てまして撮影どころじゃねえよと言われましてまあ、いい機会なんで今日自分のクソ話をさせてもらいましたまあ人間長く生きてれば誰でもうんこぐらい漏らすんで全然あのー恥ずかしくもなんともないっすねということでこの動画がいいと思った方はチャンネル登録高評価コメント欄の方にクソ漏らしやろうと一言よろしくお願いいたします以上です